馬術の補欠博史選手が日本人最高齢のロンドンオリンピック代表に決定しました。今月1日にフランスで行われた国際大会で見事優勝。国際馬術連盟が発表したランキングでオリンピック出場枠を獲得し、今日日本馬術連盟より正式な発表に至りました。今月28日に71歳となる補欠選手は67歳で出場した2008年北京オリンピックの日本人選手史上最年長記録を自ら更新することになります。今まで感じたことのないようなその喜びを感じています。1964年の東京オリンピックを含め3度目のオリンピックに挑みます。